真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。せっ、はあ、目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ。常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。
参りましょう。町場の方へ向かったのでは？こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。な、おっしゃいます、ヒロキ殿。あな、ヒロキ殿、あなた様は父の自慢の弟子でございます。米、引き立てだよ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。片付けのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きてじゃねえか。間違いねえ。僕が森の中にいんのさ。ああそうさ、あの世の入り口も湖にあるな。もう一杯おせよ。いや、あいつらの寝床を見たのさ。俺たちが先にやらねえと皆読み送りにされちまう。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、盗っ人どもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ、何も取ってはおりません。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。お姉さんなら黄泉の国まで追いかけるって。けどけ、わしの番じゃ。勝負事は相手よりも師範とかが決まったのが正式じゃ。ついてねえな。怪我はありませんか。いや、なんでもね。足りなくなる。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。あっしが手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。ヒロキ殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。賊だ、逃げろ逃げろ。
の襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで拙者から離れませぬよ。先生を見つければ奴らは身内のおりゃ助けてやってくれ誰か。やりさえ持てれば。なんてこった、やりやがった。いけませぬ、危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は弘樹殿、お行きくだされ。案ずることはございません。いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。これで最後じゃ。ふっふっふっ。楽にしてやれ。喜んで。こっちは誰も通せん。この向こう水なもののふは誰だ。聞け、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな。
小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。切り裂け。この先は誰も通さん。そこまでだ。ヒロキ殿、なりません。お逃げくださり。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない、ヒロキ様。三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。酒を飲みながら銭を勘定する頃じゃ。あの多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者を…愛子殿が無事であればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。
佐能の御事以来の豪華ぶりだが、二言のないお方だ。ま、酒だけはたんとある。飲め。この犬へ急げ。私はいつ来てくれるんだい。けだもの、もう閉じろ。反抜きを捨てねば。そこの木を持ってこい。早うせい。まだ来るぞ。抑えろ、抑えろ。そこで止まれ。叩き潰すこの犬が。
退いておる。これは先生の行いか。社の中に何かあるはずだ。こいつらが幾分信心ぶ。この犬が。スタメは。おらんかぞ。ここにおとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。もう全て失ったんだ。刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。小僧、恥さらしめが。さあ、参れ。何の修練も積んでおらぬ。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊名。恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしませぬ。